はいどうもルリタマです。というわけで今回ガーベラーテトラ、相方がバエルの相手がカラミティと X2 というわけで、ガーベラーテトラ格闘特化派生が増えたくらいなのかなだと思う。あとなんか細かい変更ってあると思うけどな、あんまり感じなかったかな。なんかエクバ2の頃とあんまり使用感変わんない。俺クロブは乗ったことないからわかんないけど、まあ結局このねゴーアンストレートこれレベル 3CS のゴーアンストレートのサーベル投げを当てていくキャラなのかなっていうのはわかんない。これめちゃくちゃダンスが早いよね。これさ、メイン打つときさ、こんだけ手プル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 震えんのにさ、サーベル投げるときだけしっかりまっすぐ火の玉ストレート投げれんの面白いの、このおばさん。いやシーマ様さ、年齢調べたら35歳なんだね。もうそろそろでもないか。あと5、6年経ったら同い年くらいだから、あんまりおばさんって言えなくなっちゃう。それまでこのシリーズが、このエクバシリーズが続いてるかわかんないけど。まあ、それまで続くといいですね。俺が35歳になるまで。35歳になってもこのゲームできっかな。というわけで、まあ、やることは変わらないですね。CS ちょこ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 狙ってって、まあ、隙見て近距離でビームマシンガン、この、高燃費ビーム。あ、これね、高燃費ビーム。こう怒られる。シーマさんは好きな人に怒られるけど、あれね、高燃費でも手震えてめちゃくちゃビーム震えちゃうやつね。このビームを狙っていくみたいな感じで。だいいよね、なんか、フルブとかそこら辺まではマジで自分で寄っててなんとかしなくちゃいけなかったのが、射撃シエスのゴーアンストレートのおかげで、さ、当てることによってきっかけを作ることができる武装が増えたのはいいことっすよね。これね、起き上がりも強いよな、これな。一回は通用する。忘れてる頃に投げると、起き上がり結構当たったりする。まあ、状況的にはバイルが格落ちじゃないか。普通に落ちてって、相手どっちも落とせてる状態で、サーベル当てまし、横角一段覚醒技、ドン、ドン。これかっこいいよね。この覚醒技好きなんだよな。あの、特角派生が昔の隠す技、あの、温めるだけでポンになったっていう。あれ、BD キャンセルできないけど、めちゃくちゃ火力高いんで、なんか隙があれば、狙っとくといいんじゃないでしょうか。セリフ言ってくれるのかな？少し温めるだけでポン。あれ、めっちゃ好きなんだよな。まあ、落ちたらバイル覚醒溜まるけど、まあ、自力で当てても覚醒溜まるか。まあ、これで被弾者覚醒溜まって、まあ、これで X2 ダウン取ったんで、X2 でもいいでしょう。カラミティも C 角吐いたんで、これどっちでもいいっすね。一緒に覚醒吐いて攻めちゃいたい。バエルが覚醒吐いて。取るけど X2 に取られてちょっとまずいんで、俺覚醒欲しいっすね。相方が F 角でガードブレイクしたところ横角で取ってって勝ちと。ガベラね。あ、あとあれ。メインと CS から？うん、そうだよね。下格闘のキャンセルがあるんで、それが便利。てかメインからの下格闘キャンセルがめちゃくちゃ便利。なんか、よろけ取った後何で追撃するかって特角格闘仕込むのね、あれ難しくて。メイン射角普通に出るのはめちゃくちゃありがたいですね。初期で2戦目、相方が盗塁です。相手がクワンタとカラミティ。カラミティめちゃくちゃ多かった気がする、この時。同じ人なのかな？いや、違うような気がするけど、わかんねえや。で、あと、これ、シュテルンブーサーつけてる時、特角が、なんか連続使用。3回まで連続で使えるのかな？確か。覚えてないけど。で、あと、メインが30連射、サブが30連射、特角射撃派生の段数が1個増えると。これ段数制だったんだね。あ、こういうとこ強いよね。擦り付け。早めに射角取りキャンセルすればよかったな、あれ。まあ、ギスが無被弾で、多分俺爆弾っていうか、まあ、これ爆弾するんだけど、確か。CS 当たったけど、カラミティ取られてって、カラミティってか、ホービーっていうのか。雑に置き攻め。雑に置き攻め行きたすぎて雑な動きしちゃってる。あー、ラヨット。CS 当たったら前ブーしかできない、マシ。平気で耐久減ってるっすけど。半角溜まってるんで吐きたいっすけどね。どうすか。うわ、すげえ CS の当たり方して覚醒入って。まあ、被弾しないように逃げましょう。角落ちだけはいただけないんで、角落ちないように動きましょうね。いいね。ストレート、ダメ。まあ、クワンタの覚醒来てもまあいいでしょう。俺が落ちた後にクワンタの覚醒来る分にはいい。覚醒落ちじゃないから。相方にぶつかるかどうかだけど、まあこれ俺に来る分にはどうでもいいのかなっていう感じ。メインバラバラバラ巻きながら。まあ噛み合って安くなっていくと。いいね。クワンタが一落ち。特角特角いきなり CS。これ好きなんだよな。これ好きなんだけどさ、気持ちよくなりすぎてオーバーヒートになりがちなんだよね。横角刺し CS 投げて、なんかガード出ちゃってるけど、特角から覚醒して、セプ特角特角。メインサブで降りるけど、全然その後動けてない。動きはそれっぽいけど、全然動けてないんだったら意味がない。まあ、もう一回行くでしょう。ギス無被弾なんで。ギス強えな。ギス強いっすね。まあ、もう一回行きましょう。もう一回ボムりましょう。知ったこったね。俺に覚醒ぶつかる分にはどうでもいいんで、相方殴られないんだったらどうでもいいっす。
というわけで貫禄の2落ち目、まあ、このまま今度はゆっくりやりましょう。ドールギスが被弾するあたりまではゆっくりしたい。まあ何も起こさなくていいんじゃないかな。 CS だけ貯めて CS 狙ってる感じだけどギスがこのまま狙われないで俺がタコられるのが一番めんどくさいんでね。めんどくさいっていうか勝ち目がなくなっちゃうんで、ギスが何か起こすまでは何もしないっていう感じで。ちょっと欲張ったぞ。これさ、ゲルググマリンめちゃくちゃ強くて、これ CS 溜まっちゃってメインだったらビット剥がせたんだけどな。マリンね、めちゃくちゃ強いな。これ突撃のやつ、なんか時間差で来る棒一人がなんか忘れた頃にやってくる。ちょっと被弾重なってるけど、横角もらって横角に横角に下角でバウンドダウン、あーちょっと怪しくなってきたぞ。まあ俺もう一回被弾でフル角溜まるんで、これすぐ吐かないで角ともらった瞬間に抜け角で使いましょう。多分覚醒来るんで、覚醒来てもらった瞬間に抜け角と、まあこれで一応安牌は安牌かな。もう一回画面端に来て、あトルギスがいるからか、画面端に一回救援求めて、そのまま下がってて緑ロック入ったんで覚醒技で強化入ってと。まあ俺が逃げれるかどうかゲーミングなんで、ここは頑張りましょう。ガンダムバースに対して CS 刺して、あ、まあ大丈夫そうかな。これは逃げれそう。ガード挟んで。カラミティの弾ちょっと怖いけど、CS ちょっと構えたの怖かったね。トーテスブロックだかなんだか当たりそうだったわ。まあギス頑張ってくれや。俺は見てるだけやでって言って。おばちゃんもう、盆栽でもやってます。ギス先輩頑張ってください。ありがとうございます。マジでな。ダブルロックとかになってる時はマジでめんどくさいんだよ。なんか一緒に行きたい。一緒に行きたい。一人でなんとかできるキャラではないような気がする。そこら辺難しいかなって。まあそういうのはね、自分で体力調整できればいいんで。というわけで2戦目、さあ違う、3試合目。3試合目。相方シナンジュの相手がトールギスとパーフェクトストライク。C ランクに情報ください。C ランクって今誰なんだろう。なんかいろんなキャラ乗ってる感じ、そんな C ランクっぽいキャラはあんまりいないけど。まあわからん。なんか、機体ある程度取り終わったら自分の乗ったキャラの、なんかこのキャラちょっと強いよみたいなランク表作りたいね。まあ、ピーストを見ましょう。多分ギス取れないんで。ピーストはなんだかんだ言って取りやすいんで、ピースト行きましょう。で、足遅いからね、ピースト側も。そんな足速いキャラではないんで、メインも擦りやすいということで。まあ、いい感じに、疑似体勝ってますね。ギス相方側に任しちゃってるけど、まあ、シナンジュ側もね、まあ、攻めたり逃げたりは次元強化できると思うんで、そっちは見なくていいかなって感じで。ピーストを取っていきたい。サーベル早めに投げてたら覚醒落ち取れてたけど、ここ特殊、そう CS からねアシスト出せるんだけど、 CS 特殊やろうとしたら覚醒のカットインでブーストを出し入っちゃった。これなんとなく覚えてる。今当たりそうだったな。ギスに当たりそうだった。ギスがまた無傷。まあこれギス行っても俺はどうせ触れないんで CS 投げるけどダメ。まあもう一回ピースト削りたいっすね。お、これラッキー、相方のローゼンズールからCS 当ててと。ああいうのね、できるといいよね。なんか、相方のコンボっていうか、格闘コンボ中はちょっと、シャッフルだとね、危ないけど。そう、射撃とかの、シランチュでいうバズーカとか、バズーカ一発とかで終わって、相手が受け身取んないで、地面ポトってなった時とかに、おい、やってるーっつって、ブズって刺したいよね。なんか、そういうの好き。ギス取れそうだけど、建物で CS 消えちゃって、ダッシュ入っちゃったんで、その覚醒でケアしましょう。ギス取りたいけど、アーグリーが見えてる、怖い、ちょっと。緑ロックで隠し技振るけど、S 角入ってる途中に、いきなり隠し技空振るのはちょっとナンセンスじゃないか。ギスが隠し技やってるんで CS ぶち当てて、ああいうところ当たるんだよな。メインでピース落としててと。ギスに置き攻め行きたいっすけど、どうすか？ダメだった。横 CS やっぱ強い。ピース覚醒。ちょっと CS 投げるの早かった。ピース取れそうだよ。メイン当たらない。ちょっとね、横に動かれるとね、本当に自分からドビッチャクで当てるといいんだけど。相方ちょっと覚醒しくじってる。ちょっと急いだか？ちょっとまずいんで、横角 CS 下角で受け身負荷ダウン取って、このピーストでもいいっすよ。メインバラバラバラ巻きながら。とりあえず覚醒溜まりました。トールギス覚醒し、シナンジュ行くんで、覚醒吐いてすぐ壁になりましょう。これ攻めなくていい。これもうギスの覚醒が終わるまでマジでゆっくりでいいんで。って言ってたらシナンジュが、あ、こういうね、この壁になることで、あっちでもいいからあっち落とそうってなった時のトールギスを取ってくれると。これね、これちょっとびっくりしたんだよね。シナンジュなんかいきなり減ってて。何が起こったのか、俺にはわからなかったけど。だギスね、無理やり倒そうとするとな、ドーバーガン投擲でね、このバカどもがーってやられて、いきなりまくられるって時あるから、気をつけようね、ギス相手はね。というわけでラスト、相方がストライクフリーでも、相手が、あのダブゼは、どっちのダブゼか分かんないダブゼ。で、相手がゼノンと。
うん、ゲロビ曲げてたから、あれだね。25のダブゼだね。まあ、3000と組んでんの結構楽しいね。こいつもなんか3000の隣結構やりそうだけど、なんか、キャラ的に結構強そうだけど、どうなんすかね、今。CS ダメそう。メインもダメそうか。メインから射角 OK。ガーベラとさ、あれ、なんだっけ。ビダールとか相性良さそうだけどね。なんか、組んでて楽しそう。バイルとかもやってて楽しかったし、なんかそこら辺の格闘機と相性良さそうだけどね。いや、今、何と組んでんの？初代とかかな。初代の方が強えな。初代の方が強えやな。そりゃそうだ。なんか、はめ倒す感じの人と組むときは面白そうだけど、ガーベラ。抵抗は難しそうだよね。あ、なんかそれっぽい動きしてる。でも、ただ突角メイン、突角メインってやっただけ。そう、突角の使い方がね、やっぱね、職人うまいよね。なんか俺は、こそこそ CS 狙ってメイン押し付けるタイミングだけ伺ってるって感じだから。ここダブゼめちゃくちゃうまい。うおー、ブーカク気持ちよさそう。メインでカットしようとしたら全然メイン当たらない。そう、ああいう時ね、焦ってメイン打たないようにね。当たらないんでね。あ、これは強い。このステップで、ステップしながら様子見ながらメイン。これ振り向かない位置でね、打つのが強いよね。足を止めない位置っていうか。ちょっとめちゃくちゃ強気にやってるけど大丈夫か。まあ、減ってもいいのか。半分減ったんで、ここから、まあ、ちょろっとゆっくり見ていきましょう。横サブ当たっちゃって、ブーカク、ドドドドドドドン。ゼノンやっぱブーカクから、ブーカクいいんだな、これ。これかっこいいよね。やってくれよかったら、ゼロ乗った時。ブーカクのことなんて全然忘れてった。横サブガードしてメインもスランド大丈夫。ダブゼの変形も大丈夫そう。あ、受け身取んないっすか？ブス。受け身取んないっすか？いいんすよ、俺は。受け身取んなくてもなんかミサイル当たってて、コアファイターのミサイルかな。ダブ勢が近い、触りたいけど、まあ、ちょっと無理な動きしちゃった。危ねえ。で、建物のおかげでメインはなんとかなると。今のムーブ危な。やってたね、完全に。覚醒吐きそうか？いや、これ被弾してもいいか。被弾してもいいから、覚醒は使わないようにしましょう。ゼノンの覚醒に対して回答なくなるのが一番まずいんで。まあ、ストフリがゼノン触りに行ってて、ゼノンに触れるとちょっとまずいから、あっちを見たいけど、いやーなんかすげえ当たり方して、ガードさせられちゃってるけど、これゼノンに触られたらまずいんで、深く吐いて一回助けましょう。メインから射角、受け身深ダウンまではまず取って、まあ、これ、このまま俺が殺されかねないプレッシャー危ない殺されかねないけど、いや、安くてよかったコアファイター、あ、それコアファイターの弾安いんだね、あれ。というわけでガーベラテトラでした。まあ俺結構強いと思うけど、結構強いっすよ。結構強い。なんかやること結構簡単なんだよね。なんか、こういう近距離系の2000コースなんか気になってるなって思ったら、結構いいんじゃない？ガーベラテトラ。強いと思うけどな。そう、CS ちょこちょこ、3000と組むときはちょこちょこ CS 狙ってって、抵抗とかでやるときは、まあ結構雑に強気に、シュルムブースターつけてメインバラバラバラーっつって強気に行っても良さそうだし、なんかね、結構全然やれるキャラだと思うんだけど、まあ、対面に一回も来たことないかな。対面に一回も来たことないけど、まあ強いとは思います。なんか周りの2000コスト落ちたら全然、なんか範囲には、なんか選択肢には入ってくるんじゃないかなとは思う。なんかね、相手のキャラによってはね、3000コストはめれたりするから、いいキャラだと思うんですけどね。自衛力はまあまあ、格闘機に対しては高めだけど、射撃機相手は結構きついんだよな。まあそこら辺は、まあ、このキャラの特性上というわけで。というわけでよかったらチャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。